ワリエワのドーピング疑惑国際スケート連盟、何も情報開示できない。声明文を発表。国際スケート連盟、IOCは10日、公式サイトに声明文を発表。北京五輪の団体戦に関して、ドーピング違反があったかどうかに関して、IOCは何も情報を開示できない。これはIOC及び22年北京五輪のアンチドーピング規則に沿っている。したがって、現時点でIOCはこれ以上コメントできないとした。8日夜に予定されていた団体戦のメダル授与式が中止になったことに箸を発し、ロシアのカミラ・ワリエワは15の検体から血管拡張作用のある禁止物質トリメタジジンが検出されたと各国メディアが報じている。世界アンチドーピング機構WADAの規定で16歳未満のアスリートは氏名が開示されないこともあり、9日の時点で国際オリンピック委員会 IOC は国際スケート連盟などが法的な協議を行っていると発表していた。この日も定例会見で質問が飛んだが、コメントすることはできない。これは法的な問題になると言及を避けた。ワリエワは10日午前、サブリンクで練習を行い、4回転ジャンプを着氷させた。ロシア連盟の広報担当者は、我々は国際オリンピック委員会 IOC からの公式声明を待っているとして、15日に行われる女子シングルのショートプログラム出場に自信を示している。ワリエワドーピング疑惑晴れ個人戦出場へ、ロシアメディア、容疑が取り下げと報道。ドーピング疑惑がかけられているフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ、ロシアオリンピック委員会、ROCの調査が終了し、個人戦に出場することが決まったと、ロシアメディアが相次いで報道した。写真、団体戦では圧巻の演技を披露したワリエワ。ワリエワに関しては、ドーピングで禁止成分とされている血管拡張作用があるトリメタジジンが検出されたと、欧州の複数メディアが報道。団体戦で獲得した金メダルの剥奪や15日にショートプログラム SP が行われる個人戦の出場停止の可能性が浮上していた。しかし10日、ロシアメディアチャンピオナットが最新情報として内部での議論の結果、ワリエワへの疑惑が晴れて予定通り個人戦に出場することが決まったと報じた。同メディアに対して、関係者が弁護士のチームはなんとかワリエワを出場停止にする決定の削除を達成することができたと語り、国際オリンピック委員会 IOC が言及していた法的な問題がクリアされたと指摘した。世界アンチドーピング機構WADAの規定ではドーピングテストで疑いのある判定結果が出た場合に、対象選手の大会出場が一時的に停止されるが、この停止措置も撤回されることになったという。ロシアメディア、8日もカミラ・ワリエワはWADAから罰を受けることはない。ドーピングの容疑が取り下げられたと報道。当然のごとく、金メダルを獲得すると、本命視される個人戦への出場が決定したと報じた。ただ、今後、この決定が、スポーツ仲裁裁判所、CASに持ち込まれる可能性が残されているとも、ロシアメディアは指摘しており、個人戦後に騒動が再燃する懸念もありそうだ。ワリエワのドーピング疑惑問題。IOC 定例会見で、各国メディアから質問が相次ぐ。北京五輪のフィギュアスケート団体戦で、ROC、ロシアオリンピック委員会の金メダル獲得に貢献したカミラ・ワリエワは15にドーピング疑惑が浮上した問題で、国際オリンピック委員会 IOC のマーク・アダムス広報部長は10日の定例会見でこのことに関してコメントすることはできない。これは法的な問題になると明言を避けた。法的な問題ということはわかるがアップデートしていただきたい。誰が実際この問題に関与して対応しているのか？どのタイミングで決定情報が開示されるのか？この種目に関してメダルセレモニーが行われない可能性もあるのか？アダムス氏、申し訳ないが、誰がこの問題に対応しているかを開示したとしても、どういう問題なのか読み取ることができてしまうので、これ以上コメントはできない。これは現行中の法的な案件。表彰式に関してはあくまで憶測である。今のところ私からコメントはできない。結論、結果が出るまではコメントできない。この問題に関連する2位の米国チーム、3位の日本チームは4日間結果を待っているが、彼らに対するリスペクトは法的な問題だということしか説明を受けていない。透明性高く説明が必要なのでは、アスリートはどういう順位になるのか、まだわからない。アダムス氏、皆さんにお待ちいただきたい。すべての関係しているアスリートにも待ってもらうこと、お願いします。ただ、これは法的な問題で、様々な制約がある。これ以上のコメントはできない。調査がなされて薬物の使用があったとされた場合、誰が説明責任を負うのか？国なのか？それともその他の団体が負うのか？いつ表彰式が開催されるのかアスリートも世界も心待ちにしている。あとどれくらい待たないと情報が入ってこないのか？アダムス氏、これは法的なプロセスがどのように進行するか次第であります。皆がなるべく迅速に問題解決に向けて取り組んでいると思う。当該アスリートも早く結果を知りたいと思うので迅速に取り組んでいる。最初の質問について一般的に言ってアスリートに対する責任があります。薬物使用に関してはアスリートの責任がありますが、これは IPA、特にこの場合はWADA、世界ドーピング防止機構にこういった質問を寄せてください。調査、検査において IOC から独立した機関が取り扱う取り決めがありますので、選手が禁止薬物で大会前に規則に引っかかった場合、その大会に参加するというのは一般的なことのか？アダムス氏、一般論としてその事実がいつ明らかになったかによります。事前にそういった情報があれば、これは参加できないと思います。私はしかしながら専門家ではない。もし必要であれば、そういった問題は専門家に行くことになります。様々なことがあるが、大会前にそういった事実が明るみに出れば、大会に参加できる可能性は低いと思うが、個人的に明確に答えることはできません。今朝のビッグストーリー、ワリエワのことは法的な問題。IOC は競技にスポットライトを当てたいのに、ドーピングというところに、スポットライトが当たってしまっていることにどう考えているか？アダムス氏、多くの人々、ファンは自分たちの国で自宅から競技をフォローして楽しんでいることと思う。残念ながら観客を迎えることができない大会となっている。しかしながら新聞などを見ても競技に対する報道が多い。他のものに目を向けたくないけれど、そういった問題は常に浮上してしまう。その場合は常に正しい対応が必要になる。透明性のある形で、法律に沿った形で対応する形になることが重要。我々はそのように対応する迅速な対応を試みたいと思います。しかし、こういったことがあったからといって、大会の魔法、マジックが失われることはない。五輪の主役はスポーツです。そのために我々はベストを尽くしている。ドーピング疑惑のワリエワが公式練習に姿を現すロシア連盟の広報担当者は意味深発言。ドーピング検査で陽性反応が出たと報じられたフィギュアスケートのロシアオリンピック委員会ROC女子代表のカミラ・ワリエワ15が10日通常通り練習を行った。女子フィギュアスケートで母国に3大会連続の金メダルをもたらすと期待されていた。15歳を突然襲ったドーピング疑惑。大会前に提出したサンプルから禁止薬物のトリメタジジンが検出されたと報じられた中、AP 通信などによると、ロシアがこの結果を不服としているのか、争っているのかは不明であるものの、練習参加は連盟が彼女を排除するような認定を受け入れていないことを意味するという。この日、ロシアフィギュアスケート連盟の広報担当者を務めるオルガ・エルモリーナは、彼女は出場停止ではないと語り、それ以上の言及を避けたが、個人戦には出場可能ということなのだろうか。ただ、報道が事実なら、団体の金メダル剥奪はされ、米国が金、日本が銀に繰り上がる。この行方も気になるところだ。ワリエワは練習リンクでコーチから指導を受けながら、自分のプログラムを滑り、同じROC代表のアレクサンドラ・トルソワと一緒にスケーティングも行った。約30分の調整を終えた後に、コーチに対して笑顔を見せたが、ワリエワをはじめ、ROC勢の選手すべてが取材対応しなかったという。この日、フリー出場した男子勢も、ワリエワに関する質問には、ノーコメントを貫いていた。この件について、国際オリンピック委員会 IOC のマーク・アダムス広報部長は、この日の定例会見で、報道は承知しているが、このことについてコメントできない。これは法的な問題になり、この場で法的な問題についてコメントすることは不適切だと言及を避けた。ROCワリエワがドーピングか、フィギュア団体のメダル剥奪も、北京冬季五輪のフィギュアスケート団体で金メダル獲得に貢献したロシアオリンピック委員会ROCのカミラ・ワリエワ15がドーピング検査で禁止薬物の陽性反応を示したとロシアメディアが9日に報じた。同種目のメダル授与式は理由の説明がないまま延期されており、ROCの金メダルが剥奪される可能性もある。ロシア CRPC とコメルサントは、この禁止薬物がトリメタジジンで心筋梗塞などの治療に使用されると伝えた。同種目は7日まで行われ、ROCが銀メダルの米国と銅メダルの日本を抑えて優勝した。ROCの選手団代表からコメントは得られていない。ワリエワは女子選手としては五輪で初めて4回転ジャンプを成功させ、個人種目でも金メダルの本命とされている。9日に行われた公式練習には参加しなかった。ロシアのスポーツメディアの記者は、情報源を明らかにせず、薬物は12月に採取されたサンプルからごく微量見つかり、それ以前もその後も検出されていないと伝えた。世界反ドーピング機関、WADAの規定によると、ドーピング違反を犯した選手は公表されるが、選手が18歳未満の未成年である場合、そのルールは適用されない。国際オリンピック委員会 IOC は9日、法的助言の必要性からフィギュア団体のメダル授与式を延期する必要があったと発表した。ロシアは組織的ドーピングによる制裁の一環として、主要国際大会での自国の国旗国歌使用を12月まで禁じられているため、昨年の東京五輪に続き、北京五輪でもロックの名称で参加している。真実ではないワリエワのドーピング疑惑を重鎮タラソワが真っ向否定。北京五輪、フィギュアスケート女子シングルで絶望と異名を持つカミラ・ワリエワ、ロックのドーピング疑惑が浮上している。北京五輪フォト。驚異の 90.18 点で衝撃的な五輪デビュー。ロシアが誇る逸材カミラ・ワリエワ。今季からシニアに参戦する15歳は驚異的なスコアを次々とマーク。昨年12月のロシア選手権ではIS国際スケート連盟非公認の記録ながら合計 283.48 点と自らが塗り替えてきた歴代最高得点を10点以上も上回る記録で優勝。さらに先月に行われた欧州選手権ではミスこそあったが圧巻の演技でタイトルを手にした。怖いもの知らずのワリエワの五輪デビューは団体戦だった。ショートプログラム、SP、フリースケーティング、フスともに圧巻の演技を見せ、チームに金メダルをもたらしていた。ところが8日の夜に予定していた表彰式が延期に、9日にはドーピング検査でこの天才少女から禁止されている成分が検出されたと各国メディアが一斉に報じたのだ。これにロシアフィギュアスケート界の大御所、タチアナ・タラソワ氏は A メディア、ザ・グーディアンで、これは真実ではない。非難されているけど、私たち全員クリーンですと全否定した。ロシアのいくつかの報告によると、投与した薬はトリメタジジンであり、狭心症の発作を防ぎ、心臓へ流れる血液の量を増加させる薬と紹介した。A メディアインサイド・ザ・ゲームズは正確な成分は不明だが、この薬物はパフォーマンスを向上させるものではないという主張もあると伝える。2月15日に始まる女子個人戦に向けて10日公式練習に出席したワリエワ。果たして天才少女にはどのような判決を下されるだろうか。世界がその結末に注目する。ワリエワ禁止薬物検体は2ヶ月前のもの、谷原章介、また不可解裁定。8日夜に行われるはずだったフィギュアスケート団体のメダル授与式が法的な問題を理由に急遽中止となった問題で複数の海外メディアが団体金メダルに導いた。カミラ・ワリエワ15がドーピング検査で陽性反応が出たためであると報じた。五輪専門メディアインサイド・ザ・ゲームズは9日、ロシアオリンピック委員会ロックのドーピング疑惑が関わっているとし、その対象がワリエワであると報道。原因は心臓薬に含まれるトリメタジジンだった。トリメタジジンは心臓への血流を増やすもので、世界アンチドーピング機関、WADAの禁止薬物に指定されている。WADAの規則では、ドーピング違反者が18歳未満の場合は、開示義務はない。ただし、陽性となったサンプルは2ヶ月前の昨年12月に採取されたものだという。ネット上では、なぜこのタイミング、競技前に知らせないのかなといった声も上がっている。俳優の谷原章介もフジテレビ系目覚まし8、8の中でまたすっきりしない不可解な裁定が出てきましたねと切り出し、なぜ競技2ヶ月も前のものが今出てくるのか。団体戦にエントリーした瞬間に、実はあなたのは禁止薬物出ていますと出せないものなのかと首をかしげた。その上で北京五輪の大きな主役の一人じゃないですか、ワリエワ選手。何か団体のジャンプ混合と同じように何か気持ちが悪い。なぜ後になってこういうすっきりしないことが出てくるのか。何か不可解なものを感じますと、高梨沙羅が失格になったジャンプ混合団体を例に出して持論を展開した。出演者の橋本徹氏も、これは運営が悪いですと同調。世界最高峰のスポーツ競技ですから、ルールを厳格に執行していくのは当然。ただ、それは矢原さんが言われるように、時期があるわけです。運営側の方が競技、順位が確定する前にしっかり、そこを判断しないと、見ている側が釈然としない。誰も納得しないと、苦言を呈した。